どうもこんにちは。今回は8月6日から始まる9連戦の先発ローテーションが再編成された件についてご紹介していきます。このチャンネルでは日々タイガースの情報や面白い動画を投稿していきますのでチャンネル登録がまだの方はぜひお願いいたします。8月6日から9連戦が始まります。対戦相手としては 6日から8日がスワローズ、9日から11日がカープ、12日から14日がジャイアンツとなっています。現在タイガースは3位。2位にジャイアンツ、首位にカープと並んでいるので、9日からのカープ、ジャイアンツ6連戦が本当に大事になります。この連戦を勝ち越しで終えると優勝が少しずつ見えてきます。それくらい大事な連戦になります。 そこでどのようなローテーションで9連戦を戦うのかをご紹介いたします。まず、8月6日が再起投手です。再起投手は今シーズンここまで。17試合に登板、118.2回を投げ、9勝3敗、防御率1.14、被打率1割9分1輪、ウィップ0.95。という成績を残しています。再起投手は、 前回登板の巨人戦で久々の勝ち投手となり、9勝目をマークしました。今回も勝利すれば、初の2桁勝利達成となります。ですが、スワローズとは今シーズン4度対戦しており、今シーズン対戦した8球団の中で一番悪い成績となっています。4試合に登板し、1勝1敗、防御率3.00。ということで、 若干苦手としているスワローズとの対戦です。プロに入ってまだ先発として神宮球場では白星を挙げられていないため、10勝目、神宮先発初勝利を目指して頑張ってもらいましょう。そして7日が、及川投手です。及川投手は今シーズンここまで。6試合に登板、先発は3試合、19.1回を投げ、1勝1敗、防御率1.40。 左率1割8分5輪、ウィップ0.93。という成績を残しています。前回登板の巨人戦では、先発として初勝利を飾っており、勢いに乗っている投手です。今シーズンスワローズとは、中継ぎとして一度対戦しており、2回を投げ、無失点と抑えています。及川投手の課題としては、右打者は、左率0割9分1輪と抑えていますが、 左打者相手には、左つ2割8分1輪、と、まあまあ打たれています。スワローズには村上選手などの左の良いバッターがいるので、左打者をどのように抑えるかに注目です。ちなみに前回は、2打数2安打と、打者としても結果を残しているので、バッティングにも注目です。そして8日は、ビーズリー投手です。ビーズリー投手は今シーズンここまで。 8試合に登板、48.1回を投げ、5勝1敗、防御率1.68、左率1割9分3輪、ウィップ0.95。という成績を残しています。昨シーズンもそうでしたが、今シーズンもビーズリー投手は本当に頼もしく、自滅するようなタイプの投手ではないので、見ていて安心感があります。前回登板の巨人戦では、甲子園100周年記念、 息子さんの1歳の誕生日というダブルでおめでたい日に6回2失点で見事勝利を飾りました。今シーズンスワローズとは一度対戦しており5回を被安打に7奪三振無失点に抑えているので今回も期待できます。また課題としてはビーズリー投手も右打者相手には左つ0割9分9厘と圧倒的に抑えていますが左打者相手には 左打率2割6部となっているので、左打者をどのように抑えるかに注目です。ビーズリー投手らしい力強いピッチングを期待しています。そして9日からはカープ戦、まず最初は村上投手です。村上投手は今シーズンここまで。17試合に登板、116回を投げ、5勝7敗、防御率2.09、左率2割4部3輪、ウィップ1.08。 という成績を残しています。村上投手は防御率の割に負け越しが2つ、と、打線の援護をあまり受けれていませんでした。しかし打線が好調になってきた現在、今後はここからもっと勝ち星を伸ばせると思います。前回登板の DNA 戦では、8回途中、2失点で見事勝利となりました。村上投手は毎試合本当に長いイニングを投げてくれ、 中継人の負担を軽減してくれています。前回はフォアボールが少し多めでしたが、普段はフォアボールが少なく、脱三振が多い投手なので今回も期待です。今シーズンカープとは、6度対戦しており、2勝3敗、防御率1.88となっています。村上投手らしい丁寧なピッチングに期待です。そして10日が大竹投手です。 大竹投手は今シーズンここまでは、17試合に登板、106.2回を投げ、7勝5敗、防御率2.78、左率2割4分9厘、ウィップ1.10、という成績を残しています。今シーズンも昨シーズン同様、安定したピッチングを続けていますが、前回登板の DNA 戦では、オースティン選手に2本のホームランを浴び、6回4失点という結果でした。 しかし、なんといっても大竹投手はカープキラーです。今シーズン、カープとは3度対戦しており、2勝0敗、防御率0.45と圧倒的に抑えています。20回を投げ、自責点はわずかに1点と素晴らしい相性です。昨シーズンもカープとは7度対戦し、6勝0敗、防御率0.57と完璧に抑えているので、 大竹投手のカープキラーは本物のようです。今回も大竹投手らしいピッチングを期待しています。そして11日が高橋晴人投手です。誰もが待ち望んでいた瞬間が来ます。高橋投手は109日ぶりの1軍公式戦登板になり巨人と対戦した2021年11月6日のクライマックスシリーズファーストシリーズ第1戦以来となります。 度重なる怪我に悩まされ、数回の手術にトミー・ジョン手術。昨年11月に育成契約となり、様々な困難を乗り越えてきました。ファームでは、10試合に登板、39回を投げ、0勝3敗、防御率2.54、被打率2割一部一輪、ウィップ0.90。という成績を残しました。10試合のうち、 先発で5回以上を投げた5試合では30回を投げ4失点、予し球は3つだけ。脱三振はイニング数を上回る31個を奪いました。まずは5回ほどを目処に投げると思います。この日は京セラドームなので屋外球場よりは暑さもマシだと思うので高橋投手の全力を期待しています。とは言っても絶対に無理はせずに頑張ってもらいたいですね。 そして12日のジャイアンツ戦、この日は西行き投手が回ることになります。西投手は今シーズンここまで。16試合に登板、98.1回を投げ、5勝3敗、防御率1.65、被打率2割2部8輪、ウィップ1.05。という成績を残しています。今シーズンの西投手は本当にどの数字を見ても素晴らしく、本当に毎試合よく投げてくれています。 今シーズンもコーナーに投げ分ける投球術は抜群で、タイガースには欠かせないベテラン投手です。本来であれば、日曜日でしたが、高橋投手がそこに入り、西投手は相性抜群のジャイアンツ戦に回るということになりました。今シーズン、ジャイアンツとは2度対戦しており、0勝0敗、防御率0.60、15回を投げ、自責点はわずかに1とこう相性です。 今回も西投手らしいピッチングを期待しています。そして、13日がそのまま再起投手で、14日に、及川投手ではなく、中5日で、ジャイアンツと相性が良いビーズリー投手を持ってくると予想します。こちらが勝負の9連戦の先発ローテーションになります。14日に関しては、まだわからない部分はありますが、おそらくこうなるだろうという予想です。 高橋投手の復活もある9連戦、本当に楽しみです。以上、9連戦の再編された先発ローテーションをご紹介させていただきました。チャンネル登録、高評価をぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。